everyday moments are the important moments that connect us. 急な声や。皆さんこんばんは。8月13日火曜日午後10時になりました。沖縄県宜野湾市にある FM 宜野湾から FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CGFM 名古屋にあるダンサーズスタジオから旧名古屋をお送りいたします。ツイキャスをご覧の皆様はお分かりになるかと思いますけど、今日あの男いません。あれ、そうですよ、来ないと思ったら、うん、あのツイキャスにもあのありますけども、サマーバケーション中ということでね。まあお盆ですからね。はい、まあ旧盆も近いですしね。はい、まあ王子もたまにはね、こう休みが必要なんではないかと。はい、はい、まあ、あのじゃあ、はい、自己紹介お願いします。はい、今日は王子が夏休み中ですけれども、まあダンサーズと、まあ、頑張っていこうかなと思ってます。みそにこみすきと、実はですね、先週の放送からですね、はい、いろんなことが起きておりまして、まずですね、パソコンが壊れて、これ、うん、パソコンってもあの旧名古屋で使ってるパソコンですけど、あれ先週の放送直後でしたよね。放送直後に壊れたんですね。ねえ、壊れて音声データ がその当日のね、その音声データが全部吹っ飛んだと、うん、でまあそれで困っちゃったなってなって、パソコンを直したりして、あなんやかんやして2日間ぐらいかかり、うん、今度は昨日ですけども、うん、旧名古屋につながってるLANケーブルが不調になって、うん、これを今仮設でやってるという。いや、これは焦りましたね。こう本当にですね、うん、このネット絡みのことがね、本当にいっぱい出てきてね、あのこのあの男ね、今遊んでるわけですよ。そう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 、あの男遊んでるわけですよ。ねえ、帰ってこいと言いたい。いやー、うん、いや、これこのまま王子がもうサマーバケーションなんで、うん、もうまあね、ネットの回線の調子も悪いし、もうこのまま放送やめるんかと思いましたよ。本当ね、そう思いますけども、うん、いやいやいや、それは穴は開けてはならないと思いましたので、はい、なんとかできる状態にしました。ねえ、なんとか間に合いましたね。間に合いました。はい、はいはい、ということで、じゃあ今回は2人でお届けします、はい、今夜のテーマは麺類。今夜のテーマは麺類です。メールアドレスはkiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリ、またはマイチューナラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。名古屋は栄養コーナー22時38分頃からとなります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、相続等でお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんですグランレイナさん、名誉総裁賞を受賞首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、タイ古式とオイルリンパトリートメントのリラクゼーションサロンなごみ、ネットワークカメラ録画システムのことなら D グラッド、貿易コンサルタント、海外引っ越し取引代行は名古屋港区 JTA、 個人スポンサーさんです真っ赤なメルセデスさん。以上各社の提供で名古屋市にあるダンサーズスタジオからお送りいたします。
私ども東海共和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに、創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え、心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。イテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業コンビニエンスストアに特化した日本でも数少ない社会保険労務士事務所です。全国の小売業コンビニオーナーの皆さんが抱えるお困りごとに寄り添い、問題解決いたします。人が集まらない、どうやって育てればいいんだろう、従業員の働きがいにつながるアイディアはないかなど、小さなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話 03-5357-1182、またはコンビニ社労士で検索。相続対策は万全ですか？税理士法人ベスタックスは、財産カウンセリングにおいて相続に関するお悩みを問題解決し、最善のご提案をいたします。大切な家族と争わないために、事前の準備から相続の発生後まで、信頼できる相談相手として全力でサポートいたします。相続、税金、手続きなど少しでも不安な皆様、ぜひ経験豊富なベスタックスにご相談ください。お問い合わせは電話 03-6421-2296、またはベスタックス相続で検索。キウナ名古屋。今日もですね、ツイキャスたくさんありがとうございます。ありがとうございます、ね、あの王子が夏休みということで、ちょっとツイキャスも、ね、いろいろにぎやかですけれども、埼玉の郷さん、ダンサーズさん、みそさん、センターにいるテカリ王子さん、リスナーの皆さん、こんばんは。明日から仕事の埼玉です。あ、おらん。そう、王子はね、サマーバケーションで、サマバケなんですよ ね。で、埼玉の郷さん、明日からお仕事なんですよね。あら、そうなんですか。ねえ、あれ、明日？明日って14日？うん、ね、14日ですね。ねえ、はい、お盆の行事は今日されたんでしょうかね。で、いや、旧盆だったら来週、今週末ですね。そうですね。はい、高坊さん、こんばんは。こんばんは。で、埼玉の郷さんがバケーションだとって、うん。で、沖縄大好きさん、こんばん名古屋って。王子がいない。そうそう、夏休みかって。ちょうど今後ろに家があったんですけど、ね、家じゃない、家、はい、お盆だからね、ちょっと、はい、ちょっと降りてきたかもしれない。いやいや、まだ上に行ってませんよ。はい、はい、で、埼玉の郷さん、バケーションという名の島流し。ああ、まあ、まあ、島流しというより、まあ、どこ行ったんでしょうね、本当の人ね。でもまあね、たまにはね、うん、あの、まあ仕方がないですかね、うん、はい、はい、ツインクルちゃん、こんばんは。あれ、一人足りないなって、はい、そうなんですよ、はい、今日は二人でお届けします。で、高保さん、いない。そう、いませんで、サチさん、こんばんみ、お久しぶりでございます。ご無沙汰しております。カープボーイさん、味噌煮込みすきりさん、ダンサーズさん、ひげをそってもやくみつるさん、皆さん、こんばんわんわんわん。毎日秋もせずに暑いですね。ほんとよ。うん、そっちはなんか台風が向かっているみたいな話聞いたけど、どんなですかって。関東の方ですね。いや、関東の方、金曜日ぐらいに上陸っていう予定になってるんですけどね。ねえ、お盆の帰省というか、もうそのね、戻ってくる日にちに当たるんですよね、結構。そうなんですよね、心配ですよね、やっぱり ね、沖縄ですとやっぱり飛行機で戻らなくちゃいけないですし、うん、ちょっと気にはなりますよね。金曜日、土曜日が関係するという、うん、ねえ、うん、話ですね。ね、で、自由気まま配信、アットワッチさん、こんばんは、今夜もよろしく、キウナ名古屋。
ありがとうございます、はい、ありがとうございます。タカボさん遅刻、あ、うん、夏休みですよ。で、すると次は王子単独の日もあるのかな。あ、単独だった時あります。単独というか、あ、ありましたね。あの、まあ、私たち2人がお休みだった時に、はい、ね、あの、ヤスさんの、そうですね、ね、あの、はい、まあ、金曜日のね、うん、あのウィークリーコンビニラジオの、ヤスさんのご協力をもとに、はい、旧名古屋をお届けしたことがありますね。ありましたね。はい、うん、あの時はヤスさんと滑り税理士と滑り王子だったっ、ええ、滑りなお二人でね、はい、山中さんと王子の、はい、ね、ちょっとヤスさんがちょっと大変だったような気もしますけれどもね、さすがヤスさんうまくねさばいていただきました。さばいてって何、はい本当に、はい、はい、で、王子の陰謀やっていうことでね、まあ、陰謀じゃないですけどね、まあ、まあたまにはね、はい、そんな日もあります。で、あんつばさんこんばんは。今沖縄に帰る機内ということで、お、ね、東京に行ってらしたのかな。あ、うん、はい、で帰る、ね、まあまあ、あんつばさんもちょっと実は行くときに台風気になさってたんですけれども、うん、まあまあ無事にね、行くことができて楽しんだようでよかったんですけどね。もうでもね、飛行機に乗るっていうのは台風がね常にねやっぱり気になりますよね、この季節はね特に、うん、で、FM デジシンさん、はい、こんばんは。なんと王子夏休み、うーん、そうなんですよね、はい。で、大城智也さん、あ、こんばんは。今日は王子いないのねっていう、そうなんです、王子お休みです、夏休みです。で、岐阜の9人のバーバーさんこんばんは、ということでこんばんは。カープボーイさん、麺類は全般好きです。最近は冷やしそうめんよく食べてるし、ローソンの冷やしとろろそばとカルボナーラが美味しい。お、うん、冷やしとろろそばいいですね、いいですね、なんかさっぱりしてる。あとは、国立劇場沖縄に入っている矢沢永吉さんの漫画がやってるラーメン屋さん、わざやっていうところのラーメンが美味しそうです、うん、そうなんですか。で、FM ジジシーさん、ダンサーズさんのスポンサー紹介新鮮ですねって。あ、いつもあの男がテイクレやってるんですけど、うん、どうでした今日提供クレジット読んでみて。すいません噛んだところがありました。失礼いたしました。意外にそう思ったら、うん、王子ちゃんと提供クレジットちゃんと読んでますね。読んでるっていうかもう何回も読んでますからね。で、そっか、今日は、うん、カボイさん、今週はお盆があるから中味噌が食べれるな、楽しみだなって、うん、そうですね、ジューシーと中味噌ばをね、食べて、あ、食べたいな、ね、食べたいですね。あれはね、うん、いつだったかな、はい、運慶の時かな、食べるのかな、うんうん、はい。で、サッチさん、麺類は全般好きだけど一番好きなのはやっぱり沖縄そばかな、軟骨ソーキか三枚肉そばをよく食べますねっていうことで、美味しい沖縄そばを食べたいですね、ダンサーズ食べたいです ね。で、ヒカルさんが豚骨ソーキそばが美味しい、しかしソーキがしっかり煮込まれてプルプルしているものに限るって、あ、で、ちょっとそう、なんて言うんだろう、同感です。軟骨もねプルプルって感じのがいいですね。そうですね、プルっとしてトロっとして ね、 ね、いいですね。で、ワッチさん、うん、麺類はいろんなものを食べるけどやっぱりそばが一番好きだねっていうことで、うん、そうですね、そっか、そばか、そばはこれは何そばだろうね、沖縄そば、和そば、いろいろね、そばっていうとね、うん、いろいろ浮かびますよね、うん、どっちも好きですけどね、どっちも好きですけどね、はい。で、埼玉の郷さん、配送業だから休みないものなんすって、 あ、 そっか、配送業でしたっけ。あ、そうですよね、もうだって物流はずっと動いてますからね。あ、そうですよね、うん、うん、じゃあきっとラジオも聞けるんでしょうかね、はい、配送だとね。どうしましょう、これ読みましょう。じゃあメールいきますか、はい、メールの方は、はい、じゃあ、はい、お読みいたします。はい、お願いします。名古屋ネーム、沖縄大好きさんです。こんばんは。ありがとうございます。ありがとうございます。ダンサーズさん、みそさん、王子、こんばん、名古屋、名古屋、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。テーマ麺類、はい、ラーメン、そうめん、つけ麺、うどん、沖縄そば、パスタもみんな好きです。
僕は麺類好きなのです。特に沖縄そばラブです、ということですね、うん、まあまあ本当に私今おっしゃったものみんな大好きですみんな大好きです、ね、はい、うん、沖縄そばどうなんですかね、早期も入れるんですかね、沖縄大好きなね、はい、でパスタもどんなパスタなんでしょうかね、ね、もうパスタねいろいろありますけども、まあ、ミートスパも好きですしカルボナーラも好きですし、うん、ね、ペペロンチーノも好きですし、もう、うん、皆さん何が、まあ、どんなパスタがお好きなんでしょうか。みそり君好きはどうなんですか、パスタ。はい、パスタは、うん、トマト系のシーフード系が好きかな、一番。トマト系のシーフード系、うん、ほう、となるとだからトマト系のシーフード系よ、だからトマトで、あ、じゃあ煮込んで、トマト味のシーフードっていうと何が入るんですか。ホタテとかエビとか、はい、そういう系が好きですね。はい、うん、まあそうですね、エビなどがあれば、まあ大体パスタってクリーム、うん、こうイタリアンで選ぶときって、うん、はい、まあクリームかオイル系かトマト系かじゃないですか。まずその3つのどれにするってならないです。そうなんですか。うん、でごめんなさい、ちょっとですね、パスタっていうとちょっと違うパスタもあるんですよね。何何、あんかけっていうジャンルもあるんですよ。そっちか、うん、名古屋飯系だ な、うん、な名古屋飯のね、あんかけっていうのもありますので。そうね、ああそうね、好きですもんね。はい、ダンサーズさんね、はい、大城智也さん、僕はきしめん大好きです。ああ私も大好きですよ、うん、はい、本当にきしめんってね、実は早くゆだるんですよね。早くゆだる、うん、ゆだるって言いましたね、うん、はい、そうそうそう、あれはね気が短い、うん、人に最適な麺ですよね、うん、茹で時間が短いっていうね。そう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 、うん、そんな風ですね。ね、はい、うん、あ、で、はい、サッチさんがね、パスタならカルボナーラに一時期ハマってましたって。あ、いいですね、うん、あ、食べたいですねカルボナーラ最近ちょっとね暑すぎて、そう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 、パスタを食べてないんですよね。そう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 、うん、なんかもう食べたいなって気持ちはあるんですけど、うん、昼になると暑すぎて、もう今日何度でした？38度超えです。超えましたよね。名古屋38度超えしたんですよ。本当にもうちょっとね、やっぱりね、体温以上上がるとやっぱりおかしくなりますよ。いや今日ね、私そう思って草を抜かなきゃって思って、うん、今早いうちにと思って6時10分から作業し始めたんですけど、うん、いやーやっぱりね、どうだろう、8時前にもう30度超えましたからね、うん、もう断念しましたけど、うん、ね、でももうどんどん温度上がってって、とうとう38度超えましたからね、2時ぐらい、うん、なんだか、まあ、超えたっていうのは分かるんですけど、いやちょっとねたまらないですね、こんだけずっと続くとねえ、うん、ずっともう37名古屋35度超え何日って言ってましたっけ、今日テレビで20日だったかな。でもうん、予定見てたらまだ8月の下旬までそんな感じじゃなかったです。そうお盆過ぎたら涼しくなると思ったんですよ、うん、いや35度超えの予報まだ続いてましたから、うん、いやこれ持つかなと思って、で最低気温が27とか28、ね、25度を切らないですもんね。いやもうねちょっとねきついですね、ここまで来ると、ね、本当は高尾さん、全国で一斉打ち水しましょうって、そういえばなんかそういう取り組み前ありましたけどもね。 ありましたよね。いやもう本当焼け石に水ですよねあれ、うん、本当にお墓参りね、行ってきたんですけどね、どうかな、行ったんですけれども、うんうん、本当に焼け石に水ってあのことだなって思いましたよね。熱くて焼けどしたぐらい熱かったですね墓石が熱いっていうね、うん、そう本当に大変でしたけど、はい、はい、じゃあメールを読みますよ、はい、ダンサーズさん、みそさん、王子ちゃん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。埼玉のゴーです。あ、もう一回行きましょうか。行きますか、はい、はい、埼玉のゴーです。ジャパン。はい、ちょっとうまくいかないわ。はい、まあ王子じゃないからね。はい、はい、今日で夏季休暇が終わりで明日から仕事です。
いやお疲れ様です。でテーマの麺類、麺は好きですよ。ラーメン、そば、うどん、沖縄そば、あなたのそば、いろいろなそばが、じゃない、いろいろな麺がありますね。いやいや書いてあるんですって。はい、はい、オールシーズン楽しめる麺類もあれば、はい、夏は冷たい麺、冬は温かい麺、埼玉迷っちゃう。おだまり。あれだって山本リンダフリーって書いてあるんですから。はい、はい、で一番好きな麺はやっぱり沖縄そばですね。ワイフお手製の沖縄そばはもちろんですが、ワイフの地元の読谷村の花ウィーそばは絶品です。ちなみに花ウィーそばは餃子も美味しいです。皆さん一度は行ってみてねということで。ああ行ったことありますね。けど、はい、餃子美味しいの知らなかった。知らなかった、野菜そばを食べたかな。うん、野菜そばを食べたような覚えがありますけどね。野菜そばを食べた覚えがあります。うん、でもなんかそばに限らずいろんなものを注文されてますよね、うん、皆さん、うんうん、ね、であの店ね、そう、タクシー運転手の方が多いですね。ああ、そうですか。うん、うん、そう、うんうん、そうそう、よくね止まってますよね。ああそうです、うん、あ、そうか、そうですね。タクシーの運転手さんが行かれるからほぼ間違いないんだなと思いながら。あ、なるほどなるほどね、はい、見ております。うん、なるほど、はい、餃子が美味しいと気になりますね。意外に知らなかったですね。すごいいい情報です、ありがとうございます。へ、あ、でそうそう、埼玉の郷さんが僕も花火そばの野菜そば推しですって、はい、あ、なるほど、やっぱりね、なるほど、やっぱりね、うん、うん、そうか、そうかね、そうか、ね、はい、野菜そばいいですよね。食べたいな。うわ、でも最近行ってないですね。行きたいですね。ね、行きたいです。本当ですね。ありがとうございます。ますで、高尾さん、みそさんもらい事故って。はは。うん。あ、でヒカルさん、FM ギノワの建物に沖縄そば屋がなかったってことなんですけども。ですね、そのそば屋さんから今は台湾料理店に変わりましたね。ねえ、はい、そうそうそう。あれはまた台湾料理屋さんね、小籠包美味しかったんですけど、そう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 、なんかどこからか移動して、普天間だったかな、普天間から移転されたっていうふうに、うん、ね、うん、うん、そうそうそう、あ、そうそうそう、埼玉小僧さん、カレンです、カレンです、美味しかったです、はい、美味しかったです、ね、そうそうそう、小籠包と、あなた何食べたっけ、小籠包と、あと 何食べたかな、うん、でも なんか結構、うん、みんなランチセットね、割と3種類ぐらいのランチセット選んでましたよね、うん、そうそうそう、うん、でオーダーの仕方がスマホだったっていう、あーでしたね、うん、今やっぱそんな感じなんですかね、スマホでオーダーっていうね、うん、で近くに米浜があるからそこで食べるといいよって、米浜、あ、そうそう、高坊さん、ルーローハンです、そうそうそう、ルーローハン美味しかった、うん、それぞれ食べました、食べました、うん、食べましたよ、食べたよりなんで思い出せないんだ、うん、はい、じゃあメールいきます、はい、キウナ小屋の皆さん、こんばんは、こんばんは、岐阜の9人のバーバーです、ありがとうございま す、昨日から一泊で飛騨高山すずらん高原で夫と2人でゴルフをしてきました。おー、すずらん高原は岐阜市と比べて5から7度は低くて朝晩は肌寒いぐらいでしたが、日中の暑かったこと、標高が高いので日差しが強く、飛騨高山とはいえやっぱり真夏のゴルフは厳しいものがあります。まあすずらん高原ですからね、結構朝晩はね温度が低くて快適なんですけど、最近ね高原もこう夏は結構温度高いですよね。で、宿泊をしていたペンションで食事中、50代のご夫婦が普通にビールを飲みながら食事をされていたのに、奥様が急に気を失い、食堂内は緊張が走りました。3分ぐらいで意識は戻りましたが、それでもぐったりしていて、ペンションの奥様が元看護師で手伝いに来てくれる娘さんも看護師さん、救急車が来るまで脈を見たり検温血圧計測定したり扇風機を当てたり保冷剤をつけたりとテキパキ介護をされていました。倒れられた奥様は無事救急車に乗って高山市内の病院に搬送されましたが、この夫婦は私たちと同じくゴルフをしたそうなんで多分熱中症だろうということでした。恐ろしき熱中症、皆さんもお気をつけくださいね。テーマでないことをなかなかとすいませんでしたということで、いやいやいや、いや本当大切なお話ですよね、うん、いや本当にね、この
熱中症って後から来るっていうのは思ったのは、うん、今日です。その1時間半ぐらい、まあ、草取りしてましたけれど、うん、そう、その時よりも夕方の方がやっぱ疲れが出るんですよね、うん、で私も今日ですね、ちょっと番組始まる前までちょっとその朝の草取りのちょっと疲れがやっぱり出てきてて、うん、そのこのね、ゴルフされてたと思われる、ね、あの奥様が倒れられたっていうのはちょっと他人事じゃないなって思いますので、本当にね、その無理したその直後よりもその後に来るのは熱中症怖いなって思いますので、本当に皆様お気をつけください。はい、ただ単にですね、熱中症が、ね、外にいたからなるってわけじゃなくて、うん、もうこれだけ暑い日がずっと続いてますので、うんうんうん、もう体力的にも結構限界になってくると思うんですよ ね。そんな中外にちょっとでもいただけでも熱中症になってしまうというリスクがあると思うんです ね、うん、ね。で高坊さん、熱中症になってから遅いので外仕事ならこまめに水分補給しましょうねって。で、埼玉の郷さんがね、次男も日曜日の野球練習後に熱中症になってまだ本調子じゃないって。あで、昨日の朝方は嘔吐したり大変でしたということで、いやいや結構大変な熱中症ですよねこれね。でやっぱりその熱中症ってそのね、なかなか回復しないんですよね。どうしても大引くっていうか、やっぱりこう細胞がこうちゃんと本調子っていうか元通りになるのに時間がかかりますので、まあ、本当にもうね、これ言い切ってもいいと思うんですけど、うん、災害級の暑さだと思いますねえ。まあアラート出てますけどね、うん、もう毎日のように。そうですね、ね、はい、うん、でごめんなさい、メールまだ続きがありまして、うんうん、はい、で、まあ、その熱中症のお話からまたテーマでないことを長々とすいませんでした。私は沖縄そばは大好きですがラーメンは苦手です。ほう、結婚前にラーメン好きの夫に頻繁にラーメン屋に連れてってもらったことが原因かもしれませんね食べ過ぎて嫌いになっちゃう。で暑い日はまだまだ続きそうです。皆さんどうかお気をつけくださいませっていうことです。そうなんですね。ね、ラーメン嫌いな人ってあんまりいないと思ってたんですけど、実はいらっしゃいましたね。うん、で埼玉、ひかるさんがね、はい、熱中症予防にミネラルウォーターと酸っぱいマンを持ってるって、本当にね、酸っぱいマンもいいですよね。はい、塩分補給にはね。で、まあ、水分だけじゃないですからね。で埼玉の郷さんが水分もたくさん持っていったけど体に熱がこもって大変でしたって言って、うん、ね、本当そうですよね。やっぱり体もこう冷やすようにね、なんかこう、うん、保冷するものを持っていかないとね、うん、ですね。で、あと、そうそうそう高本さんが好きすぎても困りますねっていうのはあれですね、はい、そのラーメン好きで好きすぎても連れてかれちゃうっていうね。で、そうかそうか、埼玉の子さん、脂っこさが苦手って方もいますねっていう。いらっしゃいますよね。うん、で、ワッチーさん、正直昨日暑すぎて死にそうになりました。夕方って、夕方でもそんな感じなんですね、うん、はい、ではメールご紹介しますね、はい、銭形警部さんです。本日のテーマ麺類ですが、昔から痩せ体型でガチマヤの私は大食いまたは早食いの店の挑戦したいという憧れがあった私は、 Google で調べたところ那覇市内の食べ物屋さんで超激辛パスタ 240g を10分以内に完食できれば2万円ゲットという知り、半年前の2月に人生初となる早食いに挑戦しましたが、事前対策をしていたにもかかわらずあまりの激辛さのために5分で 100g 食べたところで胸のギブアップとなり、ペナルティの6000円を払う羽目になりました。いや、これペナルティ6000円なんですか、すごいな。で、挑戦後店主から話を聞いたところ、このパスタに使用した超激辛香辛料はインド産で、辛さはタバスコの1000倍以上で、2007年当時世界で一番辛い香辛料としてギネスブックに登録されていたということで、完食した人はわずか2人ということでした。いや、でもこれ待って、完食した人いるんだって思ったんです、今これをメールを見て。ねえ、
だってタバスコの1000倍以上の辛さでしょ、すごいな。でこの私はこの食べきった2人がその後どうなったのかっていうところがちょっと気になりますね。うん、大変でしょうね。ねえ、もう次の日大変でしょうね。というかもうその日からなんか大変そうですけど、あの今日サマーバケーション中の滑り王子、はい、うん、この人が辛いもの大好きなんですよね。はい、うん、ココイチの10辛が平気ですし、ねえ、うん、ちょっとね、うん、まあ、まあ普通じゃないんですけど、やっぱ普通じゃないんですよねこの人ね。え、まあでもね、こう胃腸のためにはね、うん、辛さもほどほどにした方がいいと思いますよ、うん、ね、そう思いますね。でカップボーイさん、はい、6000円のパスタって普通に作ったらどんなものが入ってんだろうって、高級食材ばっかりかなって言ってるけど、多分量が多いんですよかね。違うな、 240g だからそうでもないのか、量はってなるとその香辛料が高いっていうことかな。あー、うん、そういうことか、うん、結構この香辛料ってそう結構ね高級な香辛料ありますからね、うん、意外に高いのかもですね。うん、6000円か。ちょっとその調整して成功してはいいですけど、はい、そうか、成功したら2万円だもんね。そうそうそう、だから挑戦しようと思ったけど、負けたら6000円ってことは、はい、挑戦したチャレンジャーが4人いたらお店的にはラッキーってやつ、うん、ですかね。はい、で高尾さんがそんなに辛さ競わなくてもってそうそうそう、で食べた後のトイレが辛いはずって本当ですよ、うん、あ、そうそう、ヒカルさんね、激辛チップスで倒れた高校生もいるから、むやみに激辛はてべかこれなさそうならやめようって、まあまあまあ、うんうん、まあ確かにね、激辛は本当にねえ、うん、ほどほどにした方がいいなっていうのはちょっと思いましたね。そうです ね。あ、そうそう、高尾さん、尋常じゃない王子、味覚も滑ってるって。あ、この人はもう昔からこういう味覚なんですよね。そうですよ、だって手羽先屋さんに行って、うん、さらに辛くしてっていう人だからね。そう、胡椒をいっぱいかけるので、うん、手羽先が真っ黒になるんですよね。え、もう本当にね、はい、あ、そうそう、ちゃんおかさんが、はい、あの店の台湾ラーメンに追加の麻婆豆腐を入れてヒリヒリさんって、あ、ちゃんおさんの店だったらですよ、あのイタリアンっていうのがあるんですよね。ねえ、あれが超激辛ですね、イタリアンね、はい、あのアメリカもありますもんね。アメリカもあるんですけど、イタリアンっていうのがイタリアンにするとさらに辛さが増すんですよ。で、まあ、先ほどから言ってるあの男、例の男、うん、イタリアン注文するんですよね、うん、ねえ、はい、で、高保さん、調理する人も目がやられますよって本当よ、うん、本当ですよ。あ、あのトングーさん、あ、初めましてですけれどもね、はい、あの実は FM 読谷のね、うん、あのラジオでお聞きしたことがありますけれども、はい、旧名古屋の、はい、そう、トングーさん、キウナ小屋の、ね、漢字を書いてくださってるんですけども、キウナのキウナは合ってますよね。ちょうどですね、宜野湾と沖縄市の中間みたいな感じになってますね。本当だ、小屋になってますね。本当ですね、はい、うん、実はこの番組はね、名古屋市の名古屋をかけてるんですよね。まあ、文字で言うとカタカナになっちゃってるんですけども、ね、はい、うん、そうそうそう、カンポイさんがイタリアンとアメリカンっていう名前のラーメン謎だなっていうのは、うん、あれですよ、店の台湾ラーメンのイタリアンっていう風に注文するんですよね。はい、そうすると激辛になります。激辛で、アメリカンっていうと、うん、ね、ちょっとマイルド、ね、マイルドになるんです、なりますっていう、ね、唐辛子が減るんですよ、ね、唐辛子が減りますよね。はい、はい、ということで、はい、CM の後は、はい、名古屋は栄養コーナーいきます。はい、はい、キウナ名古屋。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話098-884-5901。中村製菓。
FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクター&オブジェクトの実験的ミュージアム。ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。おやつと軽食の店夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋はあなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分。詳しい場所は地図アプリで検索。リラクゼーションのゴミはお客様に合わせた施術をしています。疲れてるから癒されたい、腰が最近痛いといったことなど幅広くサポート。体験したことのない施術をお約束いたします。お問い合わせは名古屋市緑区リラクゼーションサロンなごみで検索。リーグラッドはネットワークカメラシステム、トップシステムの開発、製造、販売をしています。お見積もりから設置、運用までワンスポットサポート。安心のセキュリティをお約束いたします。お問い合わせはリーグラッドで検索。JTA は海運航空海外貿易コンサルタント業、海外引っ越し取引代行を行っています。物流を通じて世界各国と日本を橋渡し、お問い合わせは電話 052-653-2311 まで。キウナ小屋。名古屋は栄養コーナーです。はい、はい、はい、実はですね、名古屋の、うん、名古屋栄養のコーナーで、まあ、お話ししたかったのがですね、うん、先週の土曜日なんですけど、はい、まあ、私と味噌煮込みスキーで、はい、イベントに行ってきたんですね、うん、本当にあの酷暑の中行ってきたんですけども、はい、そのイベントなんですけども、はい、実は、名古屋でですね、新たにコミュニティ FM 局が開局したんです、うん、ね、うん、そうなんですよ。で、10年ぶり11年ぶりですね。11年ぶりですか。11年ぶりで、はい、で、正直言うと名古屋コミュニティ FM 局できては消え、できては消えっていうことを、なかなかね、うん、コミュニティ FM がこう長続きしない場所でありますよね、うん、でもそれもありますし、外国語放送局と言われる、はい、放送局があるんですけども、うん、これも2回あって、うん、できて消えて、できて消えてって今ない状態なんですよね、うん、はい、でそのですね、11年ぶりに開局した FM 局、はい、ハート FM という放送局なんですね、はい、で実は去年の3月には開局はしてたんですね、うん、ただインターネット放送局だったんですよね。まあリアルな電波ではないってことですね。電波ではなくてネット放送局だったんですよね、うん、それが放送免許を取得して、うん、はい、で電波を実際に発射してるというふうで、いや今までにないパターンじゃないかなと思うんですよね。そうですね、うん、放送局ができた後にそのネット配信をするっていうのはあるんですけど、うん、ネット配信から放送免許を取って実際に電波を出したっていうのは聞いたことないんですよね、うん、でこのハート FM という放送局はこの東海地区では有名なパーソナリティであります、うん、ジェームス・ヘイブンさんをがボスとなって、うん、自分でまあ、自分というか自分が発起人となってで、うん、開局したという放送局なんですね。ね、でも実はラジオ局って日本人じゃないとできないんでしたっけ？そうなんですよ。で、うん、このジェームスさんも、うん、日本人じゃなかったので、うん、日本人帰化申請をして、うん、帰化申請をしてからこの手続きに入ったっていう、うんうん、まずその帰化をしなければならないと、うん、その会社組織の中の役員に
その外国人がいてはいけないんですよね。ダメなんですよ意外とね。それちょっとねびっくりでしたけど、そうこれ放送法だったっけ、でなんかそれで決まってるみたいで、いやそういう放送局がね開局したんですよ。でその、そのですね、まあ、放送の、まあ、第2の開局というイベントに行ってきて、まあ、それが8月10日ハートの日ということで、ね、そう8月10日だったんです、まあ、これが暑い日でして、もうほっと暑くてどうでしょう、37度か38度で多分、あの下がコンクリートなので、もう40度以上あったと思うんですね。で屋根がついてない場所だったんですよね。で私たち見てたのは屋根があって、屋根っていうかね、あの、まあ急遽こうあつられたテントみたいなところに、はい、で日陰が作ってあって、まあ、そこで立って見てたんですけど、あのベンチのある席が日向で、もう太陽さんさんとね、そうそうそう、で日傘が NG と言われてて、そうそう、あの結局日傘は後ろの人にねこう危ないとか、そういうまあまあね周りの人に危ないっていう理由で日傘は閉じてっていうことで、でもあれは結構大変だったと思うんですけどね、でもゲストすごかったですね、豪華でしたよね、めちゃめちゃ豪華でしたよ、あの本当にキングオブ DJ 小林克也さん、がノーギャラで来てたりそうそうであとやっぱりねスペシャルゲストが田原俊彦さん、ねえトシちゃん、トシちゃんもノーギャラだったっていう、あれあれですよね、なんか観客というか、そのね、まあ公開放送聞いてる人がなんとなく私と同じぐらいの世代の、あのまあご婦人方がいっぱい、マダムがいっぱいいらっしゃって、あれは多分トシちゃん目当てかな、ねえ、そう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 と、まあ、どうだろう、トシちゃん目当てだってだなという人は結構いましたね。ねえ、でもまあ確かに私もそんなに、まあ、まあまあトシちゃんが知らない世代じゃないですし、まあ、割とガチな世代なんですけれども、やっぱりね本物はやっぱり感動しますね。あやっぱりあ年ちゃんだ本物だと思って、ね、63歳には思えない、63歳には見えなかった、やっぱりダンスキレキレですよね、足上げてたよねえ、ちゃんと回転してましたよ、3回転くらいね。そうそう、でそれもそうですけど、先ほど、ね、申し上げたのキングオブ DJ 小林克也さん、83歳ですよね、え、ね、でそうね、8月10日土曜日のお昼12時からの放送だったんですけど、で小林克也さん、金曜日の夜前乗りしたんですよね。そう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 、前乗りして、その前はね金曜日にね、そうそうそう、これも番組やってますよね。そう、多分埼玉の郷さんなら分かるかもしれないですけど、NAC5 で、金曜日の確か9時間喋ってるんですよね。9時間でしたっけ、8時間でしたっけ、9時間だ、9時間でしたっけ、9時間喋ってるんですよ、で9時間喋った後にもう新幹線で名古屋に行ったっていうね、えすごいですよね。であの日がまたその南海トラフ関係で新幹線が遅れて1時間ぐらい遅れたのかな、で、小林克也さんは夜の10時ぐらい名古屋に着いて、っていう風でしたから、そこからねその生放送をあんなに、ね、長時間やられて、その後炎天下のね、そう公開放送ですからね、すごいなと思って、そこもすごいなと、すごいですよね、いろいろすごいなっていうのはあったんですけど、やはりですね、これだけの暑さですので、やっぱり熱中症で倒れた方いたんですよ。あ、まあまあ倒れたっていうかね、まあまあ救急車2回ぐらい来て、まあその客席でパタッと倒れたわけじゃなくてね、まあやっぱりちょっと、まあ、救急車を呼んだっていう、呼んでっていう感じですかね。まあまあそのぐらい大変な中ね、開局放送ありましたけれども、まあやっぱりでも楽しいですね、公開放送って。公開放送やっぱ楽しいですよ、本当ね、ラジオ、まあ私たちラジオ大好きなので、まあ、こうやって喋ってるんですけども、本当ね、聞く側に立ってもやっぱ公開放送ってやっぱね楽しいですよね。まあ、やっぱりね、もう沖縄もねたくさんコミュニティ FM がありますけれども、まあ、名古屋もねぜひやっぱりコミュニティ FM、ね、こうもうちょっとやっぱりこう力が、ね、こう盛り上がってねいくといいなって思いましたけど、はい、そういえば河村隆市長来てましたね。
河村隆史賞来てたんで、ね、来てましたね。やっぱりね、それだけ多分ね、まあ、名古屋市としてこうコミュニティ FM があるっていうのはやっぱり喜ばしいことですからね。そうですね、うん、でこのハート FM、 あの沖縄からでも聞くことできます。あの、はい、JCBA のサイトもしくは、うん、ハート FM のサイトからあのリンクしてますので沖縄からも聞けます、うん、レリモというアプリからも聞けますので、はいはい、もしよろしければお聞きいただければと思います、はい、名古屋は栄養コーナー、ほぼですね、はい、もう9割以上が自社制作っていう。そうですね、うんうん、珍しいですよ。9割どころじゃないですよ、うん、もう 99% に近いぐらい自社制作に近い番組ですので、うん、ね、はい、はい、ということで名古屋は栄養コーナー、今日は名古屋のコミュニティ FM 局の話でした。はい、はい、メールご紹介します、はい、名護島なあさんからです。ありがとうございます。皆様お久しぶりですね。ご無沙汰しております。毎日暑いですね。はい、熱中症には気をつけなきゃですね。そうです。麺類、私は麺類が大好きです。ちゃんぽん、ラーメン、きしめん、うどん、ほうとう、そば、パスタ、沖縄そば、いろいろ好きですが、夏はやっぱりそうめんですよね。そうめんですね、はい、でそうめんのだしに梅干しを1個入れて崩しながら食べるのが私の夏バテの防止ですよ、ということで。いいですね、さっぱりして、ね、さっぱりしますね、うん、いいですね。あ、前に名古屋に行った時にカレー煮込みきしめんを、カレー煮込みきしめん、あの美味しさが忘れられないです。また食べたいです。それでは最後まで頑張ってくださいね、っていうことです。ありがとうございます。あれカレー煮込みうどんだったっけ。そうです ね、はい、あの美味しさが忘れられないそうです。あ、もう本当に美味しいですよね、うん、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で、次いきますよ。はい、はい、ラジオネームみなこさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます、5年前までは唐揚げも平気でペロリといけましたが、最近は2個までですね。何の話だで、さてアンケートは、アンケート、アンケート、あれどっかの、どっかどっかのどっかの西町のあれになってる、はい、でそうめん汁、はい、ああなるほど、麺類はそうめん汁がいいってことですね、はい、あの薄い優しいだし汁、そうめんと錦糸卵、ネギが最高。王子様は滑ってないからこのまま変わらずにいてね。いつか電話をつなげて話したいっていうことです。ああ、喋りたいんですかねえ。あの、まあ、あ、それはできる、できますけども、うん、いや不快にならなきゃいけない。でも美奈子さん前ありますよ、あの電話ゲストで、電話ゲストありましたよね、はい、あ、もっと喋りたいってことですか。あ、そういうことか。ああ、これはじゃあまた滑りナイトの候補者が候補者で候補者がね、もう後悔すれば滑りナイトありますけどね、はい、どうなるんでしょうね、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、ではメールいきますよ、はい、皆さんやっとかめ&こんばんはなも、こんばんはなもちゃんおかです。ありがとうございます。ひょんなことから今日のテーマが麺類となり、急遽ネタやメールをあっちんちんの名古屋から涼しいを求め、あっちんちんの名古屋になってる、はい、うん、とある場所でまったり書いて投稿しているがや、おう、そんなテーマの麺類、学生の時香川出身の友人といたんだけど、そいつがうどんを食べてる姿を見たことがなかったので、うどんが嫌いなのかと尋ねたら、いや東京には本物のうどんがないからと真顔で答えが返ってきたよ。もはやそいつの底知れぬ信念のようなものを感じて、それ以降そいつにうどんの話題を振ることはなかったよ。ちなみに香川県出身じゃないけど隣の徳島県出身の FM ギノワの某 FM 局でパーソナリティをしているナルトラさんは、松屋のうまとまと、
松屋の馬とまハンバーグがお気に入りでそうです。うどんでもそれこそ徳島の半田そうめんでもないただの好物の話でした。バイバイ。実はちゃんおかさんと X でやり取りをしてて、はい、麺類の話になって、はい、で実は今回のテーマはそこからヒントを得て、テーマを麺類にさせていただいたんです。あ、そうなんですか。はい、はい、なるほど、ええ、麺類で思い出したんですけど、はい、そういえばスガキ屋、うん、ねえスガキ屋わかりますよ、はい、うん、ただ皆様にスガキ屋をご説明。あ、そっかそっか、はい、ね、誰かちょっとツイキャスでね、はい、スガキ屋の話をされてたんですけれど、はい、ちょっとだいぶ先前に戻っていっちゃったかな。うん、うん、まあ、名古屋のソウルフードの中の一つのチェーン店で、うん、スガキ屋ってあるんですけども、うん、本当ラーメンと甘味とあるというお店なんですけど、これが、うん、本当にラーメンも結構お安く提供されているお店なんですね、うん、で私たち小さい頃はよくねお昼に食べに行ったりとかしておりましたので、うん、この、ね、チェーン店であるスガキ屋をぜひ、まあ、知っていただきたいなと思うんですけど、なかなかこちらに来る機会がなければいただけないかもしれないんですけども、実は東海地方とあと近畿の方にもありますので、うん、はい、ぜひスガキ屋の方お立ち寄りいただければと思います。チェッカーズ無双さんがね、スガキ屋憧れのスガキ屋ってそうそうそう、うん、今日なんか期間限定のものありましたよね。なんかミルクぜんざいでしたっけ。あ、そうそう、チェッカーズ無双さんがね、甘味もあるんですかって言うんですけど、そう、まあクリームぜんざいって言ってソフトクリームと、うん、まあ、ぜんざいっていう、まあ、沖縄で言うとぜんざいとちょっと違う意味になっちゃうんですけれど、うん、まあ小豆のね、ぜんざいが冷たく冷やされているのに、うん、ソフトクリームが乗っているクリームぜんざいがあるんですけれども、うん、なんかまたね最近コラボが入りじゃないですか。そう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 、ね、なんかミルククリームぜんざい、そう、この地元のね春日井製菓っていうね、まあ、キャンディーの会社があるんですけども、そこが出しているミルクの国っていう、はい、まあ飴玉があるんですけど、うん、それとのコラボでね、ミルクプリンがちょっと乗っかったようなね、うん、クリームぜんざいがあるんですよ。あれ食べてみたい ね、 ねで、ツイキャスから、ミッチーあと兵庫の人、はじめまして、はい、スガキ屋美味しいです。はじめまして、ほんとね大好きなんですよスガキ屋ねえ、はい、ほんとスガキ屋美味しいです本当ですね、ありがとうございます。ね、ちょっとなんかだんだん売ってるっていうかお店の範囲が狭まってるのが残念ですよね、はい、本当に。はい、じゃあメールいきますね、はい、ダンサーズさん、味噌煮込みスキーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは、ツインクルちゃんです。ありがとうございます。テーマ麺類、私は麺類が好きです。特に理由はないのですが、うどんとざるそばが好きです。カップ麺なら赤いきつねうどんが好きですということです。あ、いいですね。あ、最近食べてない、うん、赤いきつね食べてないです ね、 ね、緑のたぬきもあったけど、うん、赤いきつねいいですね、あのお揚げが。まあでもどん兵衛派の方もいますし。あ、そうか、うん、あれ赤いきつねでしたよね、あの揚げ乗ってるの。はい、そう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 、はい、なんかあの出汁がね、うん、なんか急にこうあの出汁の汁、出汁汁を飲みたくなるんですよ。わかります。なんでしょうね、うん、ありがとうございます。はい、ではメールいきますよ、はい、おばあからもらったプライベートジェットさんです。ありがとうございます。麺類、麺類は大好きです。先日も気がついたら昼に外食でつけ麺を食べ、夕食が自宅で冷やし中華ということがありました。会社の給食でも麺類の時はラッキーって思います。名古屋にはあんかけスパゲティ、きしめん、味噌煮込みうどん、台湾ラーメン、若さち屋のカレーうどんなどなど美味しい麺類がたくさんありますね。食べたいですね。最近おすすめの名古屋の麺類何かありますかということです。うん、まあやっぱりちょっと今暑いですけど、やっぱりその先ほど島田さんが言われたカレー煮込みうどんですよね。まあ、チャレンジャーの方はマウンテン登頂してみてください。そっちの麺類、はい、そっちの麺類か、うん、甘口抹茶オグラスパとかね。そう、ご存知ない方は名古屋カタカナでマウンテンと検索していただければ、うん、めちゃくちゃいっぱい出てきますので、ね、まあ、登頂っていうぐらいですからね、はい、なかなかハードル高いんですよ。はい、はい、ということでエンディングです。
来週のテーマは協力。来週のテーマは協力です。家の家事はみんなで協力している。今の仕事は協力なしでは成り立たない。滑りナイトに協力していただけるチャレンジャーの方には拍手を送りたいなどなど、皆様の協力エピソードをお寄せください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、経営者のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、相続でお困りのことの相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんです、グランレイナさん、名誉総裁賞受賞のスリマンジュ、那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい、お菓子でいっぱいおやつの軽食の店夢や、対リラクのリラクデーションサロン、リラクデーションサロンなごみ、D グラッド名古屋港区言えなかった。ごめんなさい、ちょっと途中で切れちゃいました。いや思ったんですけど、王子すごいなやっぱり、うん、そして港区 JTA、個人スポンサーさん、真っ赤なメルセデスさんでした。はい、今週もすいませんでした。お聞きくださいましてありがとうございました。意外と王子言ってくれ上手だったんだね。ということで、うん、また来週です。これまた反省会だな。反省会だよ今日本当反省会。はい、お疲れ様でした。また来週です。来週は協力です。